こんばんは。おつこんばんは。いつ見ても可愛い。ありがとう。今日も頑張ったね。スイパラとお話し会ありがとうございました。ありがとう。今日はスウィーツパラダイスの イベントとお話し会でした。スイパラ、スイパラ楽しかった。めっちゃなんかいろいろ持って帰ってきたから、また後で見せるね。スイパラ行った、ありがとうございます。クリアファイルゲットできたよ。あ、よかった。意外とみんな知らなかった。スイパラありがとうございました。ありがとう。新幹線の車内チャイムが7月20日に一部変わります。あ、そうなんだ。こんばんは。3連休1日目ですか。今日平和記念公園の横通ったんだけど、マジ人やばかった。あのディズニーのアトラクションですかってぐらい清和資料館の入り口並んでて、何の列か一回分かんなかったのよ。ん、何の列だってなって、え、平和資料館の列ってなりました。マジでびっくりした。あんなに人、コロナ明けて人がもうめちゃめちゃ戻ってきてるね。結婚して、いや、たまげましたね。そんな平和ができるなんて、行列ができるなんて平和じゃない。みんな平和について考えてるんじゃない、わかんないけど。
こんばんは。今日はスイパラ行ったんですけど、とっても楽しくて、スイパラおすすめ。カツヤ、サメパンダ、ありがちゃ、サメパン。結婚して超可愛かった、ありがとうございます。スイパラ めっちゃお腹いっぱいになった。スイパラやばい、あれは胃が3つぐらい欲しい。メニューは福ちゃんにメロメロメロン、福ちゃんにメロメロクリームソーダ、あとみちゅんに、みつきにやみつきパンケーキ、あとピオチーズピザを食べました。まあピザとパンケーキはみちゅんとシェアして半分ずつ食べたんだけど、そう美味しかったです。ステージとかで見てるより背が高くてかっこよかったです。ありがとうございます、嬉しい。なかなかボリューミーで、でプラスうどんにカレーかけてカレーうどんにしたのと、あとあれや、ザッハトルテとミルクレープを食べました。あとお団子。いやもうね、やばい、お腹パンパン、マジで。スイパラ楽しすぎて一生折れる。でも本当はもっと食べたいのあったのよ、いっぱい。本当はケーキももっと食べたかったし、パスタだって食べたかったし、あと何、飲み物だってドリンクバーいっぱい飲みたかったし、まだやり残したことがいっぱいあって、普通にカレーも食べたかったし、だからまた行こうと思います。カレーうどんにしてる人結構いたよ、天才、発想天才を受けるやった。もうスイパラめっちゃ楽しいな、自分的には。マジ7年ぶりぐらいに行ったんですけど、あのね、スイパラ1回だけ行ったことあったよ、広島引っ越してばっかの時に1回パルコにあるスイパラ憧れって思って行ったんですけど、あれを行って7年ぶりぐらいに来て、もうテーマパークすぎて。えスイパラって最安何円から行けるんだろう、また行きたいな。安いコース、一番安いコースって何が、ケーキとパスタとカレーが食べれたらいいんだけど、あとドリンクバー、ブランチ。いやもうあれだけで十分。コラボドリンク、体が冷える、寒かったよね、ちょっと1500円。あーなるほどね。まあ、でもちょっと贅沢なランチって感じか。フルーツとハーゲンダッツがつぐと高いんだ、なるほど。マジスイパラ初心者すぎて
全然分かんなかったんだけど、美味しかったです。しかもさ、なんか女子がめっちゃ行くとか思ってたら、 STI イベント終わった後に、まあ、普通の店内でうちら食べてたんだけど、普通に一般の方で、なんかおじさんとか入ってきたし、普通になんか家族みたいな方入ってきたし、まあ、JK っぽい子もいたけど、全然なんかファン層客層が広くって。ね、とっても良かったですよ。店員さんもみんな優しかったし。おじさんも行ってたよ。フルーツ食べてた。美味しそうだった。フルーツ入ると3200円。はあ。ね、そう、ランチバイキングでパスタとか食べれるじゃん。大食いのさ、男の人とかめっちゃいいと思う。カレー美味しかったし、カレー2種類ぐらいあったし、普通にただのファミレス、食べ放題ファミレスみたいな感じで。道押しにあかりコースターもらった。おお、今日のファンの方みんななんか仲良くなってて可愛かったの。相 席。そう、まあ今日はみんなとトークショーをして、ご飯私らは食べてないけど、みんなとはご飯食べるとこを見て、みんなので、まあじゃんけん大会とかして終わりましたけども、すごく楽しかったです。応募してくれた人ありがとうございました。リンゴ、はい、スイパラね、広島は20日までで、東京上野は、今月いっぱいまでやってるので、まだ行ってない方はね、ぜひ行ってみてください。土日は結構予約してないと待ちが発生しちゃうこともあるみたいで、はい、なので土日とかは予約していくことをおすすめします。スイパラのアプリで無料で予約できるので、ぜひぜひ行ってみてください。楽しいですよ。なんかコラボメニュー頼むと結構ね、お腹いっぱいになるから、まあクリーム福田タン押しの人はクリームソーダ、メロメロクリームソーダだけ頼んで、あとは普通に食べ放題のパスタとかでいいかもしれない。あのね、フードとドリンクね、頼むとね、結構ねお腹いっぱいになって、なんか食べ放題メニューに手出せなかったんだよね、ほぼ。そう、だからお腹が大食いじゃないよって人は、まあほどほどにしといた方がいいかも。分けていくとか。って思いました、今日。今日結構お腹空かせて行ってたけど、もうドリンクだけで結構腹パンって感じでしたね。なかなか胃を膨らませないといけないとこでしたね。大食いの人はもう何、マジでめっちゃいいと思う。大食いの人はパラダイス、それこそパラダイス。今日はありがとうございました。ありがとう、カリンゴ。楽しかったです。皆さんもぜひ行ってみてください。次にあるの8月20日かと思ったら舞踏会が先だった。ああ、舞踏会明日までです、申し込み。嬉しい、舞踏会楽しみ。ぜひ皆さん群馬県に一緒に行きましょう。待ってます。今日はツイッターに動画も載せたし、
ツイッター、インスタともに更新したのでぜひご覧ください。私ももう一回行きたい。いろんなメニュー食べたい。胃が。こんばんは。お腹すいた。コラボグッズ入荷してたよ。そう、買ってくんの忘れた。てか買う暇がなかった。コラボグッズ、そう欲しい。なんかコラボグッズにサイン書いてファンの人にあげたんだけど、抽選でね。私が欲しいわって思いながらあげました。私が欲しかった。ツイパラお疲れ様でした。ありがとう。アクスタ当てた。ウケる。田辺先生のツイッター見たらアクスタ当たってて受けたんだけど、ファンの人にやきもち焼かれますよ。おめでとうございます。おいたんペンギンありがとう。アクスタ当たった人はちょっと届き始めてるみたいですね。全部で100人だから、なかなか狭きもんなんですけど、申し込んでくださった方ありがとうございます。今日届きました。皆さん、あれが、ねねねねねねね、冷凍庫の中、じゃーん、カニ。どうすればいいのこれ。え、ビビったんだけど、カニ、カニマジビビった。カニが届きました、ファンの皆さんから。どうしよう。携帯どこ。え、あれで、ない。写真撮りたいんだけど、カニの、カニの量、ズワイガニどうしたらいいかね。おいたん、みなぼありがとう。え、鍋しようか、カニの。
え、カニ鍋にカニ入れて、え、でも解凍しなきゃいけない？鍋にカニ入れて、白菜とウインナーとマイタケがある、豚肉もある、でもちょ準備が足りてない。うん、今日じゃなくてもいいけど、今日じゃなくていいか。どう思う？何日持つんだろうか。じゃあこう今日はやめとくね。今日はいつもの普通の鍋でいいや。解凍しとくね今度。今日はいつもの鍋というかうどんというか、白だしの鍋にします。しゃぶしゃぶにしよう。この前もらった、え、これこの前もらった肉かな。24時間お願いしてる、寝てる時も起きてる時もずっとその言葉でいる。今
ついしてもらってスイパラン的にこのままの状態でお話し会行けたので嬉しかったです。いつも自分でやるからさ、まあ、そんな珍しい髪型できないんだけど、今日はレア赤いコーデさ。ゆるふわ可愛いだろ。どうやってるんだろうメイクさん、わかんないけど。今日さ、カニがね午前中に届いたんだけど、なんか明後日までしか冷凍だからなんか無理らしくて、でもさ今日一瞬昼に帰ってきてスイパラ終わって1時間だけ家に滞在したので、その間に持ってきてくれたの、優しくない？マジ感謝した。初めてあのドライバーの人に直接電話しました。相変わらず優しくて好きだ、ありがとう。借りたいよ。
宅配でもね、私平日の昼に宅配受け取ること多いんだけど、それは指定してるとかしてないとかじゃなくて、でもさ平日の昼とかさ、私はさ特殊な仕事してるからいる、どっちかっていうと土日より平日の方がいるけど、普通の仕事の人はさ絶対いないじゃん。結構確率低いよなと思いながら、いる確率思わん？ガレンコ置き配か。でもさ置き配もさ、集合住宅だったら置き配できんくない？今ドライバー問題になってる。そうだよね。あ、奥さんとかがいる場合。なるほど。回る順番決まってる。あ、そうなんだ。いやマジドライバーさん超大変だろうなって思う。再配達有料になったらやばい。有料にすべきだよ。いただきます。一回営業所まで取りに行ったことあるけど、めっちゃ大変だった。遠すぎて。なんか久々に辛くない鍋食べたな。うん、まっ高めなもありがとう。
もう。そうめん？そうめんよく食べますよ。そうめん大好き。コウ君、今日はごちそうでしたか？皆さん3連休世の中が3連休っていう、驚き。研究生ライブ行った。あ、いいな。舞茸マジうまい。蕎麦屋、宮島。今日は鍋です。鍋っていうかうどんです。舞茸神、
まあ連休だからってそんなごちそう食べないよね。福ちゃん。明日山中湖、そう、信じれん。今広島にいるのに。ガツ。美味しそうに食べる？でしょ？混雑やばいらしいね。え、車が混んでた？木魚で歌うとかでかと思った。事故があった。へえ。新宿から4時間。やば。間に合わなかった人とかいないの？アイドルで。5分前に着いたグループがあった。去年の PR 舞台を超えたな。去年の PR 舞台は20分ぐらいはあったから。ただ PR 舞台のヤバかったところは全員すっぴんだったこと。髪ボサボサで。ありがとう。アウトレット3連休だからさ、もう
いろんな目的の人がいろんな道通ってやばいんだろうね。夏休みとはまた別なのかしら。間に合った。イエーイ。うどんうま。早い早いでしょ。フォローしました、ありがとうございます。えらいタイム来るかどうかな。え、開かない、ビビった。あらお、いやさすがに明日遠征だし、あらお、偉いだろう。え、へ、ひひ。
ないと明日どうだろう。今日行った人に聞いてみる。今日山中湖行った人さ、てかペンライト持つようなアイドルいた今日。あ、でも48グループいたか。ウーカさんの復興行ってきました。あー今日だったんだ。ペンライト見えるんだろうか。新潟かわいい。そこそこ見えた。あ、そうなんだ。じゃあ持ってきてもいいかもね。でも絶対うちわの方が見える。気持ちいいだろうな。みんな時間に余裕を持ってくることと、暑さ対策、汗対策をしっかりしましょうね。やっぱ去年やばいアイドルフェスタあったよね。災害用救急車来たみたいな。夏フェスって怖いなーって。それこそ山中湖と同じ日だったよね。そんな時期か。ナイス片付けありがとうございます。命がけの推し活。まあ、死者は出てなかったけど暑いよ多分。え、夏休みってまだもう入ってんのか。学校何時で終わったっけ。何日で終わったかな。8月ぐらいかな。21からか。
ライオン。夏休みになったらまた人が増えるぞ。凍らせたい。え、マジさ、普通の水ともうコンビニでやってるじゃん、この時期に。あの凍らせてる麦茶とかさ、凍らせてるアクエリとか、ああいうのをさ、あの一本さ持っとくだけで違うよね。なんかさ、食べ物も腐るの予防できるし、飲み物になるし、普通にね。何飲もうかな。リンゴジュースも、あれは結構いいよ。食べ物をさ1個さ持っとく、パンをカバンに忍ばしてたりするじゃん。ああいうのがね、なんかちょっと不安になるじゃん、暑い時って大丈夫かなみたいな。そういう時にさ1個ああいうのを、その凍ってるのをカバンに入れとくだけで全然違う気がする。かわいい服も一回着るか。よいしょ。よいしょ。めっちゃ洗濯干してる。水浸しになる？熱中症になるよりいいよ。これ？スプレー。頑張った。ありがとう。マジ頑張った。可愛い服着てたよ。よいしょ。18時間目覚めだから脱水症状でやば。冷たくなるスプレー、あ、最近置いてるよね、薬局とか。あ、
みんなに見せるもの。あ、じゃあ、これとこれと、あとなんだ、どこやったっけな。べーん。どこ置いたっけな。最近注意力散漫なんだよな。あった。よいしょ。ケロッピが増えました。1,2,3,4,5。 6,7,8,9,10 個増えました。イエーイ。ケヨの置き場所が、これで1,2,3,4,1,2,3,4,5,19。19+10=29個になりました。かわいい。クロッピたちな、はしゃいでんだよな最近。なんか夜中みんなで喋ってる気がする。なんか STU の好きな曲とか語ってたこの前。かわいいよね。ヘタレたちが好きらしい。このペンライトをそのまま使えるから。よし。じゃーん、めっちゃ増えた。満足度高。やばくない？めっちゃ嬉しい。かわいい。中心に私がいる。イエーイ。かなりボリューミーな答
ことになってきました。増えた。そう、ケロッピー風倒しなんだ。かわいい。名前つけたらやばいよ。日本中から集まってきたケロッピ軍団なんだなって思うとエモいわ。かわいい。ケヨケヨ。今日ガチャやったらケロッピ出た。いいなあ。あ、一匹落下してた。おお、収まりがいい。1,2,3,4,5,5,20。え？5,4,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29。29体いる。10体間違ってた。29体いる。やばい。嬉しい。これサンリオのこの服だ。服体。サンリオのこのガチャ企画した人もさ、こんだけこれを集めるやつがいると思ってないだろ。29。かわいい。もしある人がまたはください。かわいい。壮観ですな。これはこれ1体倒したらなんかフィギュア固定するシールとか買おうかな。一体倒したら全部倒れる。怖い。楽しいな。あと19体増えたらメンバー名つける。確かに。裏に福ちゃん、千穂ちゃん、ひなちゃん、みちゅ、みなみとか書いた方がいいのかな。ひっつき虫がおすすめ。固定シール。固定シール。ひっつき。
虫。これか。ひっつき、揉むと粘着力が戻る。洗うと粘着力が戻る。好きな大きさにちぎって指で揉んで形を整えて貼る。んー、マジ？すごい。便利そう。待って、なんかツイッター更新できない。ツイートを読み込めません。API、 あ、 STL の公式のインスタのストーリーになんかかわいいの上がってます。イエイエイ、またか。私今日ツイッターそんな見たかな。なんかリールも上がってる。グッズ売り場どこにあったんだろう、分かんなかったな。グッズ売り場どこにあったの。入ってすぐ右のとこ。あ、そうなの、知らなかった。今日スイパーで福ちゃんの頑張ってもらいました。ああ、ありがとう、嬉しい。みちじゃなくてすまん。あ、でも初の福田グッズになったのかな。イエーイ、ありがとう。ツイッターおすすめしか更新されない。おすすめしか、おすすめ、おすすめ。うわ、本当だ。おすすめしか更新されません。皆さんツイッターがまた調子悪いですけども。初のグッズしっかり飾りました。ありがとうございます。おい、ツイッター最近調子悪い？戻り始めた。戻り始めた。おわ、戻った。え、なになに？日本人死ぬほどツイッター使うんだから頼むよ。今年のFIFAは弁当になるかも。どういうこと？弁当配られるってこと？ケータリングじゃないんだ。ツイッターが、でもね、なんかインスタのツイッターみたいなの始まっとるじゃんか。やけどさ、結局さ、なんかツイッターってさ、
中学だったかな、高校生、中高ぐらい初めて触った SNS。 そう、なんだっけ名前あれも始まったけど、なんか結局ツイッターはずっと需要がある気がするんだけど、どう？ミクシー、ググタスね。いやモバゲー、グリー、ツイッターはずっと需要があると思うけど、フェイスブックやったことないな、ほぼ。フェイスブックは日本人で会ってないよね、匿名性が薄いから。アメーバピグやっとった。でもね、なんかうまく使えなくて、結局なんかね、よく分かんなかったかもしれない。初見です、ありがとう。そう、なんかさ、課金しないとさ AKB の服とかさ着れなかったじゃん、アメーバピグ。アメーバピグで AKB の服とか、言い訳メイビーとかオーバーダイヤモンドみたいな服とか売ってて、であれは着たくて、なんかあれが着たくて憧れてたけど、まあ、課金する能力ないじゃないですか、中学生とかだったら。だから何、無料無課金ユーザーの全力みたいなことしかできなくて、なんか大人っていいなって思った。だよね。そう、なんかマジあれは流行りすぎてたな。あっちゃんとか CM してたもんね。ドラエグに通ずるものがあるのかもしれない。いや、アメーバピグすごかったよな。なんかアメーバピグさで、なんか渋谷とか道玄坂とかなんかあったじゃん、12みたいな、道玄坂12、渋谷12とかあったじゃないですか。でさ、どこどこにいるよみたいなとかあったりしたよね。それでなんか東京の地名なんだってなってて、あと部屋に勝手に上がってくるよね、でついてきたりするよね。そう、でも無課金ユーザーすぎて部屋が何もかっこいいことになってなくて、来る価値ない感じだったけど、自分だけには頑張ってた。あとなんかルッコラとか育ててた。ルッコラって見たことないけど、アメーバピグで知った。なんか野菜育ててたよね、庭で。
アベマピュークじゃないっけそれ、別のゲームかな。なんか庭で育ててさ、なんか集めてさ、なんか作ったりしてなかった？気のせいかな。中学の時の記憶ってこんなにないのかな。収穫するとかあったよね、なんか。え、なかったっけ。いや、まあでも、え、いや、あれはピクだったと思う。栽培してたよね、水とかやってさ。メタバースの原型なんだ、かっこいいな。なんかアメーバピグを周りの友達がなんかやり始めた時、なんか興味があって聞いてみた時に、どんなやつみたいな言われたら、会話ができるみたいな、チャットで会話ができるって言われて、でリアルタイムでできる、すごい、私めっちゃ覚えてる。学校のあの食堂に行く階段で、あのちょっと暗めの階段で友達とピグの話してて、なんかパソコンを、私まだ触ったことなかったから、家のパソコンをやってなかったんだけど、あのめっちゃ覚えてる、アメアピグって何ってな話を聞いた友達が、リアルタイムで会話ができるんだよみたいな、その場で打ったのがその場に出てくるって言ってて、私はね、でもメールしか知らないから、言葉のやり取りをする手段を、メールは送ったっていう、一回メールの会社を挟んでからやるじゃないですか。だから LINE みたいに送った瞬間届かないの分かる？一回経由するし、一回開くっていう動作がいるのがメールじゃん。それしかチャットの仕方、チャットっていうのか、それしか連絡の取り方を知らなかったの、文面での。だけど、そうだけど、あのピグはリアルタイムで打ったのがそのまますぐ見えるんだよって言われて、マジで意味わかんなくて、これ今の中学生にはない感覚だと思うんだけど、そう、それにめっちゃびっくりしたの覚えてる。でマジで頭の中で想像できないじゃん、未来の話みたいな感じだったから。で、はめちゃん初めてピグを見せてもらった時に、打ったらやっやってこんな上に出るんですよ、頭の上に文字が。マジびっくりしたね、あの時の衝撃はすごかった。あれはすごい画期的だったな。ミニマムって言ったらちっちゃくなったりしたよね。もうピグで、だから家のパソコンを使いたいとか全く思ったことなかったのよ。だけどピグをしたいがために初めて家のパソコンを触るようになって、ローマ字打ちを覚えたから勉強にはなった。そう、で私は今めっちゃびっくりしてんのが、なんで話についてこれるの？すごくない？え、私中学生の時にピグ流行って、うちの父さんと母さんはアメーバピグ知らないよ、やったことないと思う。でも私の父さんと母さんよりみんな若いってことか。にしても、え、あの時は高校生とか大学生もピグやってたの？中学生だけじゃないんだ。なんでみんなこんな話通じるんだ？あれは高校生とか大学生もやってたの？私ら中学生だけじゃなかったの？めっちゃ話通じてびっくりしてんだけど。あのみんなが私が昭和の歌歌ってたらびっくりするじゃん。なんでそんな歌知ってんのって。それその逆が今起きてる。なんでアメーバピグの話みんな理解できるの？すごいんだけど。あっちゃんとかが CM してたからやって、あの AKB 系が好きだった人はやってんのか。話合わせるだけかと思うよ。あ、そうなん。でも確かにコメント欄みんな結構話合わせてくれるよね。相槌上手だよね。
面白い。いや、わかんない人多いと思う。わかんない人多くない。AKB がコラボしてたからでもやってたかな。招待特典があって姉に無理やり作らされた。山田裕介のあの本ね、小説家の山田裕介さんのアバターっていう黄色い表紙の本、わかりますか？私あの本大好きで家にあるんですけど、あれの世界観ってアメーバピグの世界観だよね。ごめん、あの小説好きな人いる？あの私らの世代の子は大体湊かなえと山田裕介と宮部みゆきを通ってるんだけど、あと辻村しつきを通ってるんだけど、やっほー、さすがにそれ分かる人いないか。アブコっていう人が主人公のやつなんだけど、アメーバピグやっててリアルな話で面白かったな。読みたいな、また今度実家から持って帰ろう。あ、分かる？お、嬉しい。宮部みゆき初スイパーが良すぎました。良すぎたよね、マジ。でも私スマホがあったら、中高の時に、まあ、高校生の後半はスマホあったけど、中高の時にスマホがなくてよかったな。めっちゃ本読んでて、図書館の先生と仲いいタイプの女子だったのね。めっちゃ本読んでて、それによって得たものってすごい多くって、知識とか好奇心とか読解力とか。でもそれは暇だったからなの。別にゲームそんな好きじゃなかったし、うん、体動かすのもまあスポ少ぐらいで、そんな遊び回る女子でもなかったし、パソコンも苦手だったから、別に、まあ、アメーバピグぐらいしかやってなかったし、暇な時間ってずっと本読んでて、それって良かったなって思う。ギリギリ回避できた。でもスマホがあったら、絶対それで暇つぶしするじゃん。ギリギリ助かったな。学校がスマホ禁止でよかった。スマホで本買ってもさ、なんか結局他の娯楽にさ行っちゃわない？さ、スマホでこうやってなんか Kindle とかで買うじゃん。で、読むけどなんかうんってなって、結局ツイッターとか行っちゃう気がするんだよね。けどもうちっちゃいってこと、学生の時は目の前に本しかないから、それと向き合うしかなかったから、まあそれが AKB のねムック本だった時もありますけど、そう、そんなギリギリ世代でした。相変わらず早口。そうかな。
かわいい服ありがとうございます。普通のワンピースの上にレースのなんか羽織つけてるだけだけど、これで可愛いって今度言ってもらえるんだったら毎日このレースの羽織つけていきようか。髪型もあるか、マジ髪型可愛い。今日のどうなってるんだろうか。ここでかい鏡あった。どうなってるんだろう。動画撮ってみたねえ。前の方ねじってて後ろの方編み込み。なるほど、かわよい。まあもう11時で過ぎてた。かわいい。あと見せようと思ったのこれだ。なんかぐしゃぐしゃになっちゃった。ランチョンマットのシート、これクリアファイル持ってった方がいいよ。みんなぐしゃぐしゃになる、持って帰るときに。これあのスイパラのご飯の下に敷いてくれるやつね。一人一枚まで。今日も天使ありがとう。これとあとじゃん、あこれも折れちゃってる。コースター、これは自分のもらいました。福田あかり、これランダムです。ランダムコースター。ブーちゃんめっちゃかわいい、ありがとう。全部行ってくる。ぜひぜひ。ランダム。これにグラス乗せるの躊躇する。もうもらった瞬間引き取ろ、もうカバンに入れちゃおう。当たらなかった。こう前後左右の席を見回して STU ファンっぽい人がいたらトレードを申し込もう。テレステレさん推しですか。こんばんは。明日何時に起きようかな。携帯の容量がパンパンすぎる。6時。
ハートありがとう。ああ、ライブは楽しみだけど行くのめんどくさいな。隣の町とかだったらいいのに。隣の町になんないかな、なんとかして。スイッパー赤いさんだけ出んかった？それリベンジやな。遠いよね。え、もう待って、ほんまに嫌や。移動。あ、もうほんまに嫌や。ああ、富士山移動してこい、こっちに。加賀谷公園の日程出るためにと隣町だったなと私も思う。そうだよね。いや、みんなが思ってるよ。STU ファンの人は広島が隣だったらいいのになって思うし、私らはもう東京が隣だったらいいのになと思うし、富士山こっち来て。もう本当に楽しみだし、ライブはめっちゃ嬉しいんだけど、どうにかしてなんか移動しない方法ないかな。もう待って、無理だ、これは遠すぎる。え、嘘だろ。富士山引っこ抜いて、富士山引っこ抜いてこっちにこう移植したい。移動好きな人だと思ってましたが、そうじゃなかった。いや、移動は好きよ、割と好きだけど、この3連休の、まあ、初日よりましか、この人混みの中でなんか信じられないぐらい遠い場所に行って、なんか不安、生きて帰ってこられると思うけど、なんか不安なんだよね。全然知らない、一回しか行ったことない場所だし、富士山来ても何も変わらない。確かに不安だな、寂しいな、なんか。いや、行ったら楽しいよ。私めっちゃ楽しみなんだけど、だって夏始まるからね、やっと。めっちゃ楽しみなんだけど、なんか怖い。大丈夫かな、明日。ファンの人も不安じゃない？普通に怖くない？ね、マジで余裕持ってきた方がいいよ。し、なんだろう、帰りもさ、なんとかなるっしょじゃなくてさ、なんか意外と周りの人みんな自分のこうどうやって帰るかとか考えてるから、ちゃんと考えて自分のタイムスケジュールを作って、ちゃんと行動した方がいいと思う。怖くない？だって山だもん。山と海舐めちゃいけないって言うじゃないですか。そう、だからちゃんとどこに行くか、明日どこに行くか、家族か友達に言っとこ。どうしたら、もし何かあった時に探してもらえるじゃん、その場所。家族か友達か、もう仕事の人でもいいけど、明日山に行くって言って、ちゃんと自分の予定を立てて来た方がいい気がする。
怖い話かもしれないけど、私は明日それぐらいの覚悟で行くよ。まあ私は明日は仕事で行くから、ま、守られてるけどね、16人で行動するし守られてるけど、でもこれが自分がオタク側で女オタとして一人で遠征行きますってなったらめっちゃ怖いと思う。バスがあったとしても、え、そんな登山じゃないけどね、バス出てるんでしょ、けどなんか怖い、なんか不安、あんま行ったことない場所に行くのって不安だから、そう、明日はみんな安全に安全に行こう。渋滞読めないよね、まあ、今日よりはマシと思うけどね。そう、ファンの方は個人責任、そうなんだよね、ほんと。準備しすぎることはないからちゃんとしていこう。それぐらい大げさに生きています。こんばんは。11時半ぐらいの終わろう今日。疲れた。疲れたぴょん。お風呂入って準備してって考えたらもう寝よう。眠いっていうかもうヘトヘト。連日のヘトヘトで弱ってる。不安になる全てに。明日の持ち物リスト、ネックピローとアイマスクだけあればいいや。あとはなんとかなるだろう。無理しないで、ありがとう。メイク道具、鏡。ティッシュ、ウエットティッシュ、帽子、ハンカチ、日焼け止め。日焼け止め、イヤホン、充電器、モバイルバッテリー、ウィダーインゼリー、携帯、
日傘なくしたんだよな、1万もしたのに。毎年買い替えてるんだよね、いいやつを。それをなくした。まあ使い倒してるからいっか。ただな、今人気すぎてさ、入荷が遅いから困ってるけど、完全遮光じゃないと嫌なのよ。雑貨屋で売ってるような日傘を信用してなくてそう、困ってます今。めっちゃ日焼け止め塗ってるんだから。あと何、焼けた時用のパック。なんか荷物多いかな。日傘、男の人もさ、最近差してる人いっぱいいて、良きと思う。いいよね、そういう文化広まると。暑そうだもん、みんな。こんばんは。アームカバーしてる。おえら、雨傘で日傘の代用、まあ、黒とかなら防げるか。若干歯ブラシ、串、こんなもんか。まあ、富士山の天然水組もうとしてんの明日。初めて聞いたぞ、そんな人。ケロピオ、ウケるんやけど、かわいい。ビタミン持っていこう。ビタミン焼けるよね絶対。ビタミン、そんなもんか。伸び猫、着替えね。着替え、今日の服かわいいよね。登山靴、そんなガチ勢じゃないよ。車で行くから。
キャンプしないって。ハートありがとう。とりあえずメイク道具とネックピローと日焼け止め帽子。ぴょん。終わろう。壇上の人、メッセージ書く人は書いてください。今日頑張ったな。山中から1年経ってんのやばいな。名刺持ってくか。一応名刺カリンゴ、明日も頑張るぞ。りょうにゃにゃにゃー、ありがとう。猫かなぶん、ありがとう。ファイトファイトファイト。せいちゃん、ありがとう。しっぽかんちゃん、ありがとう。よしがき、今日はお話し会ありがとう。ゆっくり休んで、明日も小田原の餅を楽しんで。いやもう小田原に滞在いやしたね去年ありがとう。青鬼足、ありがとう。ナナうどんしか、明日移動版があってね。大丈夫、ケオがついてる。そうね、そう、辛い時はケオを思い出して常に前向きに頑張るぞありがとう。アラップ、暑さに負けるな頑張りんご。遠くの力でも可愛いよ、いつもありがとう。明日は待ってる、ゆっくりおやすみ。おやすみ、ありがとう。いや自分が遠いとこに行くたびにファンの人の遠征の凄さを思い知るんだよな。ありがたいっす。みけちゃん、今日も超絶かわいい、ありがたにゃん、ありがた。ぶーちゃん、半熟卵店配信ありがとう。お話解散ができなくてごめんね。腰痛で注射打ってました。ダイエットします。大丈夫、睡眠十分ですね。お屋敷お屋敷大変だ。ダイエット一粒の麦飯ありがとう。タカスイプラありがとうございました。もっと話できたらよかったなって感じかな。じゃんけんも見てた。福ちゃん、二人とも初戦敗退でへこみました。じゃんけん弱い、フェス楽しんでな。じゃんけん弱かったありがとう、来てくれて嬉しかったです。また話しましょう。じゃんけんはね、運ですからね埼玉のいたん、ありがとう。というわけで、私がくだわって言ったらスターチって言ってください。おにわすと、福田はスターチ。サンドの飯はなんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。スイーツパラダイスとか、お話し会とかありがとうございました。楽しかったです。インスタストーリーとインスタとツイッターと更新してるので、よかったら反応ください。メールの返事も待ってます。それでは明日は山中湖、ご安全に元気で頑張ってきます。お疲れ、小休みみんゼミでした。ありがとう、ゆっくり休んでね。バイバーイ。